あダメだね、インカム情報一応最大レベル落としちゃうからどん底ですよ宴会副議長にしようやっぱり部長は私が持ってるまだ渡せない。じゃあタンちゃんとタンちゃんとツーショット。じゃあ俺もこれもツーショット。オダホームのイケメンで、イケメンで、イケメンで、タンちゃんイケメンで、あ、イケメン撮ってるわ。あ、いいね。あぶねぬきたぞ。忍び寄ってきたぞ。怖いね。怖い。俺自分で。みんなで挨拶したいと思います。はい、はい、立って。立たなくていいんだけど。立って立たねえよ。だから立つわけねえじゃん。立たなきゃわかんないから。立って立たねえ。立ってるよ。立てないよ。ちょっと待って。ずっとさっきから。ここからさっきは神聖な時間。神聖な時間。いい、部長から順番に市川さんに一言ずつ挨拶して行け。じゃあ、小寮長の言った、宴会部長を内田君ということだったんだけど、まだまだちょっと足んねえということで、まあ、今日は勘弁してね、まあ、小寮長のあれは。ただじゃあ私から行って、時計前で行くのかな。こっち行きます。行きますね。あ、ごめん。時計前で行くということで、まあ、先ほどから、まあ、何かなんかも言ってますんですけど、本当に、石川君の、力、それは今、わずか退職というものを得て、何日か、いなかったブルーダイトマークの会社 その仕上げのあれと手順がなかなかうまくいかない。まあ、後の間の福田君も一生懸命やってくれてるんですけど、まあ、それぞれ会う、長いまでの時間がある。まあ、これまでのことを考えない。何せ石川君は、言葉に発するっていうこと、というよりは手前が動くという、手前が動くということが自分のあれだと思う。まあ、これから今退職されて、なってるんですけど、実はまた来週の。